昭和とかね、右肩、あの経済が右肩でもう何でも作ったら売れるみたいな時代、言われたことをやってれば売れた、努力すれば大丈夫だったっていう時代じゃもうないよね。平成、いや好きじゃないけどなんとか努力でやってたら一応成功はできなかったんだけど、なんとか仕事はキープできたんだ、人生つらいなっていう。でも今は令和なんだよ、時代が変わってるんだよ。マジもう政治も大変だし、環境問題もいろんなことが今時代世界で起きていってね、こういう時は自分が大好きでワクワクして楽しいっていうところ、そこをフォローしていくと自然に自然に仕事につながるんですよ、ね、でこの生き方、このやり方をやっている時に絶対現れる最初の壁が、クリス仕事はそんなに甘くないぜっていう風が、壁が絶対来るの。Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. すいません、今日はですね、ちょっとお知らせがあるんですね。なんと前回マイナビさんのミツキャリっていうところで私がウェビナーをさせていただいたんですけれども、今回もう一度7月24日の水曜日夜8時からですね、もう一度ウェビナーをすることになりました。イエーイ。いや本当にですね、このウェビナーは無料で、インターネットさえつながるところがあればもう無料でどこからでも見れるっていうことなんですけれども、このウェビナーで、今回は前回1時間だったんですね。で1時間やった時に、いやもうちょっと時間、もっと時間が欲しいっていう声をいっぱいいただいて、今度1時間半のウェビナーになったんですけれども、これで、ね、僕すごい嬉しいんですよ。なぜかというと、このウェビナーで話すことはちょっと転職に向けてお話しさせていただくんですね。で転職で迷っている、転職で困っている悩みがあったら、例えばね、今の仕事が辛い、今の仕事が好きじゃない、辛くないかもしれないけど、なんかこれじゃないなと思ってて、で仕事をスイッチしたいんだけど、どうスイッチすれば分かんないね、やりたいこともまだ分からないから、なんかスイッチしで、みんなもこの仕事いいよとか言ってるから、この仕事スイッチしたらどうなっちゃうのっていう不安を持ってる、またはやりたいことがぼんやりわかるんだけど、どうやったらそこのなんていうのかな、もうちょっと明確にして本当に転職できるんだろうっていう悩み、または自分の適性ですよね、合っている仕事についての不安、本当にこのような仕事できるのかなっていう不安ね、この実はこの転職するときにこの3つの不安が一番多いって言われてるんですよね。これ全てね、なんか僕本当に深い話だと思うんですよ、ね、どういうことかっていうと、自分が本当にやりたいこと、自分が本当に向かっていきたい道、人生について自分をそこに送る許可を自分に出すか出さないかっていう話だと思うんですよね。ね、こういう道を歩いていきたい、こういうことを仕事にしたい、こっちじゃないんだけどなんかこっちにあるなっていう感じで感じてきたら、そこに向かって自分を許してそこに進ませるかっていうことだと思うんですよ。でまあね、このね、やりたいこともわからないし今の仕事が違うんだよなっていうことは、ちょっとそういう不安の時は自分の周りに人生で楽しいこと、好きなこと、キラキラしていることね、そういうことに自分が接する時間を増やすことによると、いろいろ感情で見えてくることがあるんですよ。これ楽しそうだなとか、ね、でそこやってちょっとずつ楽しそう、あこれ癒される、これ気持ちいい、自分が気持ちいいっていう感じる場所にね、自分を行動することによってこの世界が変わってくるんですよね。例えばその行動することによって、そういう場所に行ったら気持ちよさそうだなっていう場所に行ったら、なんかすっきりしてアイディアが出てきて、あこのアイディアいいじゃん、ちょっとネットで調べてみようってやったり、またはこのいい場所だなと思ったところに行ってみたら、なんかいい本が置いてあって、その本を通してセミナーに入って、そこからの出会いがあって仕事が見つかったとかね、その出会いが入ってくるとかね、やっぱりそのね、行動を取らないといけない、
で自分に無理やりお前行動取れよ、お前ダメだろ、お前ダメだろみたいな、その行動をやらないといけないことにすると、やっぱ行動って取りにくいんですよね。行動って取りにくい。でも自然に自分が楽しいな、幸せだな、素敵だなっていうところを常に見張ってて、そこに行けばいいのよ。そうすると行動を取るでしょう。行動を取ったら必ず変わるんですよ、ね、だからこのベーシックのフィロソフィーは仕事でも使えるんですよね。だって論理的に考えると、自分がやりたくないこと、自分がやってて辛い、朝起きてこれやりたくねえっていうことを仕事にして、そこでそのマーケット、その市場であなたコンペするわけでしょ、他の人と。で同じことについて大好き、朝起きたらそれやりたい、日曜日の夜から月曜日の朝ワクワクして、仕事ワクワクして超楽しみっていう人、そこでコンペしてるわけでしょ。コンペ、わかるよね、コンペティション、戦ってるのよ、戦ってるのよ、市場で自分のスキル、コンペ、ね、ゴルフのコンペみたいな感じなんだけど、誰が勝つと思う？ね、昭和とかね、右肩、あの経済が右肩でもう何でも作ったら売れるみたいな時代、言われたことをやってれば売れた、努力すれば大丈夫だったっていう時代、じゃあもうないよね。ね、平成、いや好きじゃないけどなんとか努力でやってたら一応成功はできなかったんだけど、なんとか仕事はキープできたんだ、人生辛いなっていう。でも今は令和なんだよ、時代が変わってるんだよ、マジ。もう政治も大変だし、環境問題もいろんなことが今時代、世界で起きていって、ね、こういう時は自分が大好きでワクワクして楽しいっていうところ、そこをフォローしていくと自然に、自然に仕事につながるんですよ、ね、でこの生き方、このやり方をやっている時に絶対現れる最初の壁が、クリス仕事はそんなに甘くないぜっていう壁が絶対来るのね。でこの壁にたどり着くことができたら、あなたは最初のこの門にたどり着けたことができたのね。でなんでそう感じるのか、クリス仕事は辛いんだよって、それは真実ですか？真実ですよ。嫌いなことを仕事にして、仕事辛くしてお金もらうことできるよ。でも楽しくして大好きなことを仕事にしてお金ももらうことができるよ。なぜかというと、ビジネスはお金、ビジネス、市場、マーケット、税金は、あなたが好きなことを仕事にしてたら嫌いなことを仕事にしても関係ないのよ。知らねえよって話なの、お金とビジネスは。わかる？お客さんはあなたが幸せで仕事にしてたるからもっとお金をあげる、違うでしょ。あなたが嫌いなことを仕事してもいいものだったら、で商品になってるお金はあげるは入ってくるわけよ。だからビジネスは好きなことを仕事にしても嫌いなことを仕事にしてもどっちでもお金が入ってくる。これファンデーションコース、ビジョンプログラムのファンデーションコースでめっちゃ3日間のトレーニング用意したので、ちょっとリンクつけておくので、これこの話興味あったらぜひ見てください。これ無料で、あの結構ね3日間のレクチャーにしたんで、これ本当にね、ウォーってなると思うのよ。ね、ね、なので自分で好きで得意、自然にできることが自然に仕事になるんだって気づいた瞬間、いろんなパスビリティ、可能性が見えてくるんですよね。だからまず最初はこの可能性を見える場所に行かないといけないので、一番手っ取り早いのはね、本当にこの自分がいいなっていう場所に自分を持っていくことなの、行動することなので、その行動が実際に自分を例えば部屋の中から外に出すっていうのが難しい場合だったら、もう好きなインターネットとか見たり、自分を癒させるの、
めっちゃくちゃ学校とかで俺たちはめっちゃくちゃ努力して、こうなりなさいこうなりなさい、あなたはこうならないといけないんですみたいな、うわーみたいな教育をもう本当に何十年受けてるから、もうそれを癒してありのままで自分は生きていけるんだけど、そうじゃダメだよってみんな思ってて、みんなそれが本当だと思ってるから、あーってなって、だから世界がきついのね。この考えを少しずつ外していくことによって、そのみんなが本当に思っていること、仕事は辛いと辛かないといけない、辛かないといけないんだ、辛いことが本当の仕事だ、ね、お金を欲しいんだったらもっと頑張らないといけない、ね、俺がうまくいってない理由はもっと努力しないといけないんだっていう、こういう嘘を見抜けるようにならないと、現実と現実じゃないことがぐじゅわーってなってるわけよ。わかる？お金が欲しいんだったら社会が求める商品を作って、それ正しいことをやれば幸せになれるわけよ。きついことをやってたら、わかるかな、これまた別の、あのビデオでちょっとお話しするんですけれども、ごめんね、すっげー話が長くなっちゃってきて、ポイントは7月24日に多分熱いウェビナーになると思うんで、あの夜、8時だよね、水曜日の8時、無料でできますので、もし興味がありましたらぜひ見ていただければ幸いです。であとファンデーションコースも、あの新しいの作ったので、これ結構面白いよ、ぜひね見ていただければ幸いです。 Alright you guys, I love you guys so much。 本当にね大丈夫だよ。 Alright, I'll talk to you guys soon. ありがとう。 See you in the next video.